今回紹介するのは、教えて、お坊さん、悟りって何ですかという本です。仏教と切っても切り離せない、悟りの定義、時に大いなる発想の転換を図られる記述もあり、学びの多い内容でした。聞き手の小出さんは、柔軟な感性を持って、常に悟りと向き合っている方と感じます。小出さんを通し 語りり手の悟り感が安らかに引き出されています素晴らしい語り合いを脇から拝聴している心地でした小出さんんののブログを毎日読ででいるものですこの本の素晴らしいところはあくまでも「小出さん」イコール「一般人の立場から書かれた本」であるということ悟りはすべての人にまんべんなく起こりうるものだということを実感できる。 生きるヒントになってくれる本だと思いますお坊さんとのインタビュー本ですがお坊さんの温かい言葉も去ることながら聞き手の小出さんの言葉の節々から仏教への深い知見が感じられますまた読み返そうと思います以上興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったら チャンネル登録をお願いいたします。